オーーストリン・ンワインホーセによる年のの英訳の表紙ジュリエット物語あるいは悪徳のハエの教えジュリエット物語あるいは悪徳のハエとはマルキド・サドによって書かれ1797年から1801年に出版された小説であるシンジュスティーヌあるいは美徳の不幸と体をなす作品であるこの小説を書いたことによってサドは ナポレオン・ボナパルトの命令によって逮捕され、シャロントン精神病院に13年入れられ、そこで告示することとなった。修道院で経験な女性として育てられた、主人公のジュリエットは、13歳の時に、道徳や宗教やらの善の概念は、無意味だという、ある女性にそそのかされ、以来悪徳と繁栄の生涯を歩むこととなる。作品の前編を通して、 神や道徳、開根や愛といった概念に対する攻撃的な施策が繰り広げられている。彼女は自身の快楽を追求するために家族や友人といった親しい人間までもありとあらゆる方法で殺すのである。本作品を映像化した作品がいくつか存在する。ありがとうございます。